皆さん、お疲れ様でした。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年11月の2日、21時34分。先ほど、阪神タイガースの試合が終わりました。もうこれ言い始めた時点でもう変わり始めてるんですけどね。だいぶ変な顔になってるでしょ。まあ、今日の試合。試合開始の頃から、吐き気ですね。で、内臓がこう違和感のある、変な感覚、結構強めですね。そういう状態からスタートして、さまざまなことがあって2対0と、リードされた時点でもうとにかく悔しかったですね。本当に何もかもが。なおも、ホームページ、淡井圭介の歴に、100万、プロ野球界へのメッセージのところで、様々な内容を記載しました。その後、逆転しています。この試合でのポイントは、やはり森下選手。まあ、あの場面で、前進守備だった状況で、森下選手へ、まあ、外野の守備陣形を見て、どこへ狙いを打つか。これ本当に確認重要なんですよ。たまに、普段と違う位置守られてる時ありますから。で、狙ってるのはホームランじゃないんですよ。速い打球を狙ってるんです。打ち方として。で、これは試合中に言いましたけども、700打席入って、年間20本本塁打打てたら、これはすごい方なんです。これはプロ野球界の現実なんですよ。ほとんどの選手、当てはめて考えて。レギュラーの人もいれば、そうじゃない人もいらっしゃいます。ほとんどの人が、レギュラーの人も含めて、年間20本以上、コンスタントに打ってる人なんで、なかなかいないんです。だからここは、しっかりと、ヒットを狙う。みんなで繋いでいく。こういう野球なんです。やっぱり。広いですか、甲子園。やっぱりそのあたりですね、しっかりと、バント、中野選手が遅れたりだとか、先ほどちょっと動画途中で、停止しましたけども、容量不足で、そうなりました。ただちょっとその辺もね、謎多いんですよ。阪神の試合を動画でね、撮影しながら僕はあれこれ言ってたり証拠作りしてたんですよ。もうそれは削除したんですけども、あんまりそれ繰り返してもずっと容量がものすごく増えていくんですよ。何百ギガバイトってワンシーズンで平気でいきますから。で、どうせ試合全部録画する容量がスマートフォン自体にないから、あと iPad も。で、両方合わせても。で、それは無理なことですから、まあ文章でホームページに記載したりだとか、まあそういうふうに、早急な対応を、しています。もう今顔めちゃくちゃになってるでしょ。まあ今日は、まあ、レンジャーズも4勝できたので、向こうはもう決着ついたんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。で、それは向こうが今どうなってるか、いつどういうふうな話し合いがされてるかわからないじゃないですか。だからまあ、インターネットの速報とかで結果を見たら、まあ、花火が上がっていたから、多分ワールドシリーズこれで優勝のはずだと思うんですけども、まあ一つ、まだワールドシリーズ優勝できてないところは優勝できたと。まあその辺のことを踏まえて、まあ本日は、あとは、阪神タイガースの試合を集中すると、まあこういうふうな環境ですね。まあまあ当然遊んでないです、今日も。で、まあ野球の場面的なことは先ほどお話ししましたし、まあ、他国の人に見てもらった方がいいという文章、あの後ぐらいからですね、ホームページ、最後の方に記載した、地獄とも記載しましたけども、やっぱりそうなるでしょう、この状況。組織の中入った時に自分の上司とか、それ、何十人、何百人、何千人相手に訴えれます？無理でしょう。いや、ちゃんと頭の中とか心の中とかで組み立てるんですよ。阪神タイガースの昔吉田監督っていう方がいらっしゃったんですけども、その方はお金払うっていうことで来てくれたことあったんですよ、フルーツラバー組。
で、その時僕はスポーツの試合の勝ち負けとか1985年の件ね、それ分かってなかったから、しっかりと思い出してなかったし、これね、前もっての連絡とか欲しいのと、その時僕はスポーツの勝ち負けしなかったら、長い間離れていたらね、それ忘れてしまうこともあるんですよ。まあ、お金払ってもらってたら、まあ、話が前後しちゃうんで、してしまうんですけども。だから、阪神タイガースの監督はちゃんと来てくれたんですよ。で、打球団の人たちめちゃくちゃなことばっかり言ってたから、で、さい、さい、どういうふうにしたかって言ったら、だから、まあ、その当時、皇太子殿下だった徳仁様から芸能界のことは君にお任せしますっていうことで、任せるからっていうことで、あと、君ならきっと乗り越えられるからっていうことで、まあ、対応したんですね。で、まあ、パ・リーグもそれまで日本ハムと西武ライオンズに偏ってたんですよ。だ、西武ライオンズも1985年ぐらいの頃から阪神タイガースの優勝と僕の件と多分ワンセットになってると思うんです。獅子座なんですよ、僕。8月9日生まれだから。で、ただ、そこはみんな法の下の平等で優勝回数これ揃えなかったらこれ無理だと。経営面的にも。無理あるとどう考えてもって。で、結局まあ、ソフトバンクの件は難しかったですね。物事がなかなか変わらなくて、本当に。結局今年もクライマックスシーズンに食い込んできたでしょ。どう考えても状況楽天じゃないですか。合金年の優勝回数とかね、考えたら。だから、その辺のところ、なぜみんなしっかりとその通りしないんだと。まあそういうことになるんですよ、僕の立場からしたら。ね、総理だって冗談で言ってるわけじゃないんですから。国会で大きな声で叫んで言ってるんですよ。大臣クラスでいいっていうことで。事態の緊急性とか、エネルギーの残存量問題とかいっぱいありますから。今までの総理とかも、君側でいいとか、それを認めるとか、他のね、総理になったことない方でも、大臣の方とかも、それ認めてくれてるんですよ、多くのものが。で、他の国会議員の人も認めてくれてるわけじゃないですか。本当のことをいろいろ知ったらね。で、まあ、ホームページに大きなこと書いてるように見えるかもしれませんけども、それが事実なんですよ。裁判所で嘘を言ったら10万円の過料か即逮捕なんです。一つの嘘でね。二つの嘘を言ったら20万。三つの嘘で30万。もうこういうことですよ。で、国会で嘘なんか言ったら大変なことになるから、今までいろんな人間取り締まってきたんですから。ね。冗談で言ってるわけじゃないんですよ。で、大臣と同格の人間は各都道府県知事で、各都道府県知事は警察、各ね、例えば兵庫県警だったら兵庫県警に、兵庫県警の一番偉い、県警本部長に指令を出せるんですよ。ね。そういう人たちを私は同格として扱ってもらってるんです。私に、だからあとは、いろんな会社の社長さんの集まりの会長さんが唯一大臣と同格なんです。その辺のところを、その辺のね、巡査巡査部長とか警察官、なぜ全員知ってないんだっていうことになるんですよ。事の大きさ、状況、どういうことをしてきたか、その結果、なぜ勉強しないのって。君たち公務員したいんでしょ？したくないの？どちらなの？っていうこと。覚えれるか覚えれないか。ヒルトン式で言わせてもらうと、仕事を何回言われても覚えれない人はダメなの。無理だから。勤務するにあたって、絶対仕事失敗するから。何回も言いますけども、例えばね、大阪ヒルトンホテルとかだったら、日本中とか世界中の VIP を相手するわけじゃないですか。ね。仕事失敗できないじゃないですか。まあ、だから今日の試合は、もう途中で言いましたよ。2対0で、押されてる時に、今日の試合負ける気は全然ないって、マウンドにみんな集まりに行った時に、阪神タイガースの人たちは。
なぜなら悔しいから。シンプルイズザベスト。負ける日なんかさらさらない。もうこちらからしたら相手2点も取れる根拠どこにあるのって。こんな試合開始から吐き気吐き気吐き気、無理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 、何してんのって。僕自分の頭を貸したりして何とかしようとしたりとかしてる。だから最終的に違う方法とかも使ったりとかもしますけどもね。試合途中から立場や今度耐える側になった時、無理でしょ、持たないでしょ。まあ正直ね、まあ今、まあなんとか今日3勝2敗まで持ってこれて、もう次の試合で絶対勝ちに行くつもりで、試合取り組みます。明日は金曜日で確か休みだったと思います。あとは日程ちょっと確認しますね。だからヴィッセル神戸の試合がいつだったかっていうところ、だからその辺のところでかなり状況ややこしいですね。ね、エネルギーの残存量問題で神奈川県のチームは今まで出しゃばってたっていうことでね、J リーグ全部神奈川県のチームが最下位行ってたらよかったんですよ。最下位争い分かりやすい、世間へのメッセージ、本当に無理だよって。こんなむちゃくちゃな内容無理だよって。本当に昔だから J リーグで松木さんがね解説席とかにいた時に、その後にチェアマンになったのかな、会場みたいな立場に、もう試合中何にも言えなくなりましたから。本当に僕にバレて、まあいろいろね言われるに決まってるじゃないですか。本当に試合中、だからみんないろいろいろんなコメントとかね、インターネットの一説によると、僕はその時パソコンを一時的には持ってたんですけども、まあ詳しい状況とか、まあ何かね、そのテレビの方かな、下の字幕かな、まあ生きられ意見を寄せられたかな、その辺で。解説者がいるのに喋らないとか、何かね、そういうふうな状況が出来上がってましたね。それは、まあ、何試合も続いてましたね。まあ、とにもかくにも、こちらは、日本一譲る気全くありません。阪神タイガースの皆さん、しっかりと、日本一、取りに行きましょう。ワールドベースボールクラシックをあれだけ世界一何回も、獲得したのにね、日本一なれないわけはないですからね。絶対なれるはずです。以上です。皆さん、本日はお疲れ様でした。